こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、楽天スーパーセール中にぜひ買ってほしい韓国コスメ、スキンケアをいくつか選んできたので、そちらをご紹介したいと思います。どうせ買うならお得にゲットできた方がいいよねっていうことで、すぐくぼえばずに始めますか。それではスタート。普通に買うのもよしなんですけど、せっかくならね、皆さんにお得に買ってほしいと思う私がすごいおすすめできるアイテムたちを7つ選んできたので、そちらをご紹介したいと思います。今日紹介するアイテムはリピ買いアイテムもあるし、初めて紹介するアイテムもあるので、楽しく最後までみんなの参考になれればいいなって思い紹介させていただきます。まず1つ目、こちら。もうこれは絶対にみんなに買ってほしい、ネイチャーリパブリックのビタペアシーデイリーマスクシート。何回紹介したかもわからないし、 Vlog とかでも何度も出てきてるアイテムなので、またかよって思ってしまう方もいるかもしれないんですけど、本当にどうせ買うならお得に買ってほしいということで今回紹介させていただきます。ビタミン C のアイテムはやっぱりお肌にいい影響をいろいろ与えてくれると思うんですけど、特に肌のくすみが気になる方にはぜひ使ってほしいなって思うアイテムです。30枚入っているシートパックなんですけど、私は朝に使うことが多いし、夜あんまり重たいスキンケアしたくないな、でもちょっとちゃんとしたスキンケアがしたいっていう時も使っております。中にこういう風にピンセットが入っていて、ここの密着ラベルがあるんですけど、これが頑丈でしっかりくっついてくれるんですね。だから衛生的にも安心だし、何よりもここにさ、ピンセットを外れちゃうことありません？だけどこのラベルがついてることによって、その下に落ちるっていうこともないし、すごくね、清潔に保てるのでおすすめです。実際出してみるとシートはすごく薄くて密着度も高いし、重さがないので肌に負担がないなというか、つけ心地が悪いとかがないって思います。ザ使いやすいアイテムです。このアイテムはビタミン C っていう風に歌ってるんですけど、なんとね、ツボクサエキスも入ってるので肌を鎮静させてくれる効果もあります。最高じゃない？くすみケアをしながら肌も鎮静してくれて、シートもすごく密着してくれるし、軽いし、美容液も重たすぎず使いやすい。メイク前で使ってもメイク崩れの心配がない。私がなんでこんなにリピ買いするかって伝わるかな？全然伝わってると思います。本当にお気に入りのアイテムなの。ちょっとね、年々も重ねて、シカとかのニキビ予防とかだけじゃなく、くすみとかハリとかも気になってくる中で、このビタミン C のシートマスクが本当に使えるなというか、ありがたいなって思うアイテムでございます。楽天12月スーパーセールでお得に買えるので、ちょっとチェックしてみてください。次、続きましてこちら、出ました、またかよアイテム。ビープレーンのカモミール弱酸性トナー、また紹介してしまいました、また紹介させてくださいってぐらい本当にお気に入り、もう人生アイテムなの、このトナーが。名前にもある通り弱酸性トナーなんですけど、とにかく肌に優しいトナーになっておりますので、幅広い方が使えるアイテムだと思います。何が好きかって、テクスチャーのシャバシャバ感なんだけど、肌にしっかり浸透させるとしっとりしてくれて、肌の土台がゼロになる。ゴワつきとか敏感になって赤くなってるなっていうのが本当に無になる、すっと何もなくなるっていうところが大好きなアイテムです。シャバシャバサラッとしてるテクスチャーなんだけど、こういう風にしっとりしっとりたくさん染み込めってやると本当にしっとりしてくれて、私は乾燥とか全く感じないですね、これを使った後に。で、私が好きな使い方は、特にコットンに浸してコットンパックしてあげるのが、このトナーの良さをすごく感じられる方法だなって思っております。手でもちろんつけるのもいいんですけど、やっぱコットンに浸してコットンパックしてあげて5分ぐらい経ってから外すと、もうより肌のゼロベースみたいな、言葉遣いが合ってるかわからないんだけど、肌に何もなくなるっていう感じです。もう肌触りが良すぎて、コットンパックを剥がしてこうやってなじませるじゃないですか、その時の肌の質感が、このトナーを使う前と使った後だと違う。ぜひ皆さんに使ってみてほしいです。これも楽天スーパーセールでお得に買えるんですけど、このトナーとあと乳液がセットになっているものになるので、そちらをね、ちょっと間違いなく買っていただきたいなって思います。
ます。その後乳液セットで2529円ですね。乳液もすごく良くて、ゴリ君が使ってたんですけど、スキンケアに目覚めたらしく、いろんなものを使わせてるんですよ。なんだけど、このビープレンの乳液がなんか一番良かったなとか言ってて、最近本当に幅広い方がいいなって思うアイテムなんだって、その時にまた実感したの。ぜひ使ってみてください。次、続きましてこちら、ドクターエルシアのアズレン 147HA インテンシブスージングクリーム。これは初めてのアイテムではないんですけど、昔に使ったことがあって、これも今回は紹介させていただきたいと思います。2022年の楽天ジェルパッククリーム部門で1位を獲得しているクリームなんですけど、何がいいかって、肌荒れの救世主って言われているクリームなんですよ。救世主すっごい難しくない？救世主って。肌荒れの救世主っていうのは、肌トラブルがまあ起こりやすい、まあ、まっすぐ生活の時だったりを防いでくれるっていうアイテムです。名前にもある通り、アズレンっていう言葉があるんですけど、アズレンっていうのは、ハーブの女王って呼ばれてる薬草の一つみたいなんですけど、カモミールから抽出した成分みたいなんですね。これが肌に潤いを与えてくれたり、あと乾燥とか湿疹、汗もとかの肌トラブルにアプローチしてくれるっていう成分みたいなんです。あとセラミドっていう成分も入ってるみたいで、セラミドは乾燥とかホコリ、あと PM2.5 とかそういう花粉とか外部刺激から肌を守ってくれるっていうバリア機能をね、しっかり働かせてくれるっていう成分になるんですけど、その2つの成分が入っているので肌荒れの救世主って呼ばれてるみたいなんですけど、私は特に夜使うのがおすすめだなって思ってます。色がちょっとブルーなんですよね。しっかりしてるクリームタイプなのかなって思うんだけど、こうやって伸ばした時にすごく馴染んでくれて重さを感じない。塗りひどげた時にあんまりベタつきもなくて、香りがねちょっとハーブっぽい香りがするので、それも結構リラックスできるなって思うアイテムです。淡い青色はアズレンの天然成分が入ってるから青くなってるわけで、着色料とかを入れてるわけではないっていうことです。で、この入れ物もアルミになってるんですけど、使い終わるまで品質を守るため、光に当たると劣化する成分があるみたいなんですけど、その光が当たっても劣化しないようにっていうのと、空気中の酸素が透過しないようにこのアルミでできてるみたいです。私は夜に使うことが多いって言ったんですけど、なんか夜つけて寝てる間に肌にアプローチしてくれて、翌朝起きるとまあ張りとかツヤとかがアップされてるみたいなので、結構私はその夜に使うことが多い、てか夜におすすめのアイテムです。次、続きましてこちら、 SNP ハイドロゲルアイパッチゴールドコラーゲン。これは初めて紹介させていただくアイテムなんですけど、アイパッチになります。で、中身がこんな感じになっていて、開くとパッドが入っているんですけど、これを目元につけて目元の弾力を与えてくれるっていうアイテムです。結構ね、ゲルでもうプルプル。 SNP ってこのゴールドコラーゲンが代表的なアイテムで、韓国のね人気ブランドになるんですけど、これで肌の弾力と保湿をしてくれるっていうアイテムです。ポイントのパッドになっているので、まあもちろん目元だったり、あとほうれい線が気になる方はほうれい線に貼ってもよしっていうアイテム。やっぱり私がね、もうね、目元のこのシワよが本当に気になっていて、もう目をこすってしまって、もうこすりにこすってすごいことになってしまったので、なんとかアイケア頑張りたいなって思ってる時に出会ったアイテムで、アイクリームとかって結構クリーム状で重たいというか置くタイプも多いと思うんですけど、これは美容液になってるので、なんかすごいテクスチャーも軽やかだし、軽やかなのにしっかり保湿してくれて弾力を与えてくれるっていうところが結構お気に入りポイントかな。ここにさ、あんま重たいものを置きたくないじゃないですか。すごく手軽だしいいなって思ってるアイテムです。このスーパーセール期間は通常よりももちろん安く、通常の楽天スーパーセールよりも安い1650円で買えるみたいです。すごい高級感のあるアイテムだ、実際にもすごくいいので、それがなんか普通のスーパーセールの時よりもさらに安く買えるっていうのは、もうぜひ買ってほしいなっていうアイテムです。こういうアイクリームとかアイパッドとかって、正直なんて言うんだろうな、プラスアルファのアイテムじゃないですか。まあ顔全体はもう必須であって、こういう目元とかピンポイントをケアしてくれるアイテムってちょっとプラスアルファのアイテムだと思うんですけど、それが安く買えるっていうのはすごい今が買い時チャンスだなって私はすごく
ごく思うので今買ってほしいと思い紹介しています。でこれがいろいろ種類があるんですけど、バードネストアイパッチっていうのが水分補充をしてくれて、ルビーアイパッチっていうのが乾燥している目元に潤いを与えてくれる、ブラックパールアイパッチが目元に弾力を与えてくれるっていうアイテムなんですけど、このゴールドは一番潤いを与えてくれるアイテムになっております。しかも累計販売数がなんと250万個らしいよ。すごくない？250万個ってあんまり想像つかないんですけど、目元のケアはやっぱ年齢を重ねるごとにどん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 気になってくる部分だと思うし、それをしっかりケアしてあげることによって10年後だったりそのもう先の自分の姿がやっぱ違うと思うので、投資だと思って私はもう本当頑張ろうって思ってます。ゴールドコラーゲンシリーズにこのねデュアルアイパッチっていう方もあるんですけど、これは美白とかシワ改善が気になる方はこっちを選んでもいいかもです。こっちは潤いだったりあとハリツヤ、こっち美白も入ってるので美白したい方はこれを使ってもいいかも。開けるとちょっと色が違いますね。いろいろレビューを見てみると、冷蔵庫で冷やして使ってるよっていう方もいて、私それめっちゃいいなと思って、私は冷蔵庫に入れて管理しようかなって思ってます。次続きましてこちら、ビープレンの緑豆クレイマスクパック、これはですね最近仲間入りした激推しアイテム。これのめちゃくちゃお気に入りポイントが時短角質ケアって言って、3分で毛穴ケアができるっていうところです。めっちゃ良くない？これはたった3分を塗ってあげるだけで毛穴のケアができるっていうアイテムです。こんな感じ、スパチュラがあるのでこれで取ってあげればいいんですけど、テクスチャーは少しねつぶつぶが入っている感じなんですけど、クレイの重い感じは全くないです。軽いテクスチャーでちょっとつぶつぶが入ってるなって感じ。つぶつぶが入っているんですけど、そんなにザラザラする感じではなくて、本当肌にあんま負担かけたくないなっていう方でも使えるアイテムだと思います。でこれはあの週に 2,3 回ぐらい使うアイテムなんだけど、肌にのせる時に結構たっぷりめにのせてから使った方がいいみたい。たっぷりのせて3分待って洗い流すっていう感じの毛穴ケアパックになっております。すごいのが韓国でローンチしてから12分で完売したらしい。すごくない？ビープレンって言ったら大きい会社だと思うので個数もさすごい多いと思うんだよね。だけどそれが12分で完売したってすごいなって。使ってみたら買いたいなって思う理由がわかると思う。本当にね洗い上がりもなんか突っ張り感ももちろん全くないし、毛穴もつるんとしてくれて次の日のメイクのりが良くなる感じが私はしました。でもともとこの緑豆クレイマスクパックは2490円なんですけど、スーパーセールでは1990円で買えるみたいなので、これもぜひこの期間中に絶対に買ってほしいアイテム。最近こういう毛穴ケアアイテム気に入ったものなかったんですけど、久しぶりに気に入ったなっていう感じのアイテムに出会いました。続きましてこちら、コスノリのユアスキンドレストーンアップベース、これ一つで紫外線カット、ファンデーション、肌のキメを整えてくれる、さらにトーンアップしてくれるっていうベースになります。私が大好きなアイテムですね。もうこれ一つで完結するっていうやつ。こんな感じ、色がついてるのでこれだけでいいよっていう感じなんですけど、伸ばすとこの軽やかさが本当に最高なんです。見て滑らか、色がね1個しかないの。そこも私結構好きで、なんでかというと自分の肌色に合わせて自然な華やかさを出してくれるスキンフィットポスリンカラーって言って、イエベの方でもブルベの方でも使えるアイテムになっております。そこめっちゃ良くない？どうしてもファンデーションの色とかってネットで見るのだと難しいし、正直わからないところがあるじゃないですか。でもこれは選ぶ色が一つで、しかも自分の肌色に合わせて色づいてくれるっていうのが私的にめちゃくちゃいいなって思うアイテムです。ファンデーションとか塗って少し時間が経つとちょっとくすんじゃったりすることあるじゃないですか。そういうのをダークニングっていうみたいなんですけど、そのダークニングとか剥奪濁っちゃう感じとかもなく自然なトーンアップをしてくれるので、すごい簡単に綺麗な肌が手に入れられるなっていうところがお気に入りポイントですね。ずっとさ他のアイテムで好きなものがあったんですけど、お久しぶりにちょっとこれいいかもって思って、あのデイリーメイクに仲間入りするなって思ったアイテムです。しかもこれを作り上げるのに5年もかかったらしい。5年かかったこの名作、皮膚刺激テストも完了してるので安心して使えるっていうところもあります。次
続きましてこちら、てるてるのマスクフィットクッション。これはレッドクッションで 21N アイボリーの色、 SPF40PA2+ 入っております。すごくね、有名というかみんなも知ってるアイテムなのかなって思うんですけど、私もちょっと激推しさせていただきます。カラーは3色あって 17C と私の 21N23N の色があるので選んでいただければいいなって思います。これは赤なんですけど、他にも2種類あって、ピンクとブラックがあるんですね。私はこのレッドが一番好きなんですけど、自然なツヤ肌を作ってくれるクッションファンデ、自然なツヤ肌がなんと72時間も続くよっていうアイテムになります。もう伸びがね、これ良すぎて、本当にワンプッシュで全顔いけるぐらい伸びがいいので、少量取ってから全体に塗ってあげるのをおすすめします。たっぷり取ると多くなっちゃうので、少量ずつつけるのが塗る時のポイントですかね。で、このレッドクッション私今使ってるんですけど、本当自然なツヤ、オーリー肌の方でも使えるツヤ肌クッションなんですよね。72時間続いてくれるっていうのが結構好きですね。持続力がいいクッションとかってやっぱちょっと厚みがあったり、ちょっとマットな仕上がりが多いのかなっていうイメージなんですけど、これは自然なツヤ肌なのにそういう風に続いてくれるっていうのが好きです。で、これがレッド。ブラックがよりナチュラルで、ナチュラルメイクが好きな方にはブラックがいいのかなって思います。軽いのに密着度が抜群らしい。ピンクが一番カバー力が高いクッションになるんですけど、これも72時間持続してくれるアイテムで、パウダーをしなくてもサラッとした仕上がりになるみたいです。自分が好きなイメージに合わせて選べばいいと思うんですけど、私はレッドが好きかなっていう感じですね。で、このマスクフィットクッションシリーズはこのミニサイズ、カラーン、めっちゃ可愛くないですか。このミニサイズもあるので、持ち運びとかはミニサイズがいいなって思うんですけど、私的には本当に伸びがいいから、ぶっちゃけこのミニサイズでも全然間に合うのかなって思っていて、ミニサイズを買うのも結構おすすめです。このミニサイズがあるっていうのをちょっと紹介させていただきます。可愛いし、なんでミニサイズってこんなに可愛いんですかね。はい、って感じで今回は楽天スーパーセールでぜひ買ってほしい韓国コスメスキンケアをご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたか。全部本当にお気に入りなので、買ってほしいんですけど、このビープルもそうだし、まあ、チルチルもね、今もうすごいいい感じ、なんかよれる気配がマジでない。もうコスノリも SPN もビープルもレジャルパブリックもドクターアイルシエも本当におすすめなので、ぜひチェックしていただきたいなって思うんですけど、詳しい情報はいつも通り概要欄に書いておくので、そちらをチェックしてみてください。今日紹介した7つのアイテムは楽天スーパーセールでね、お得に買えるので、お得に買える時期に絶対買った方がいいなって思うものだから、お買い物の参考にしていただければなって思います。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のおすすめアイテム知りたいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クローン、アンニョン。